シャボン玉プレゼント、シャボン玉プレゼント、シャボン玉プレゼントは、かつて月曜日から金曜日の昼間に放送された朝日放送、ABC 制作の音楽バラエティ番組である。制作局の朝日放送では、1971年7月5日から1986年3月28日まで放送された。牛乳石鹸共振者の医者提供で放送されたが、 末期は同社をメインとした、積水化学や日本文化センターなどの複数社費下げに変更された。なお、この番組の終了をもって、牛乳石鹸は、ドラマ枠を含め21年余りにわたった13時代の帯番組の協賛を降りている。番組タイトルは、石鹸メーカーが、スポンサーの番組であることから、その石鹸を泡立てると出てくる、シャボンの泡ではなく、石鹸水からできる、 シャボン玉と提供番組の英語名、プレゼンツ造語から名付けられた。開始当初は TBS 系列で放送されていたが、1975年3月、朝日放送と毎日放送、MBS とのネット交換に伴い、ネット、現、テレビ朝日系列での放送に移行した。司会は、横山康氏、西川清氏康氏は1977年春から、 担当が務めていたが、1980年代初頭の漫才ブームの前世紀には、当時牛乳石鹸の CM に出演していたザ・ボンチも司会人に加わり、安・清との交互司会となった。番組は ABC ホール2代目で公開形式で収録された。また、1年に1から2回程度、ショート名打ち、人気歌手が1日。 ないし一週間にわたって出演する場があり、その際も、基本的に安、キヨが登場し、場合によっては出演した歌手が司会を兼任した。また、番組末期まで、牛乳石鹸の医者提供で放送されたため、裏番組のスポンサーを務めた顔やライオン、資生堂などのライバル会社の CM に起用されていた、歌手は人気があっても出演できなかった。本番組は、 在販曲制作の歌番組として、現在でも珍しい存在の番組だが、本番組が放送された時期は VTR がテープ、聞きとも効果だった上、著作権法等の絡みで、番組の資料保存が現在ほど安易に得ず、加えて放送時間も15分と短かったことなどにより、超年点時代を含め1970年代までの VTR は、 少なくとも朝日放送局内及び関連会社 ABC リブラなどは元より外部も含めてほぼ残っていない。二次利用された例として判明しているところでは岡村隆子が当時近鉄の現役選手だった石井幸郎との婚約を発表した1996年にテレビ朝日サンデージャングル中井正宏司会で岡村の特集が組まれた際アミンとして出演し 松和を歌唱している VTR が使われた程度である。番組は1986年3月28日まで14年9ヶ月間続いたが、2010年1月に現在放送中の上沼恵美子のおしゃべりクッキングが当該枠における放送年数最長記録を更新した。牛乳石鹸一社提供番組はシャボン玉ホリデー日本テレビ以降原則として 乳牛の鳴き声が使われていたが、1973年頃以降開始の番組では使用されなくなったため、この番組が最も長い期間、乳牛の鳴き声が放送された。TBS 系列時代には、13時13時15分の局、西日本と北日本中心と13時30分13時45分のジソネット局、東日本中心でネット局が振り分けられていた。 系列は放送当時のもの。ふとじは TBS 系列時代に、ヒネットであった香川県を除いて、制作局、朝日放送を含めて、超年展開消後もそのままネットを継続した地域のネット局。なお、TBS 系列加盟局でも、福島テレビ、現在は FNNFNS 単独加盟と、テレビコーチは、ヒネットであった。このゆえんは、 牛乳石鹸提供枠がナショナル劇場の1時間枠拡大に伴い1964年1月から放送時間がそれまでの月曜20時台前半から月金曜13時台の帯ベルト放送に変更されたことや当時はクロスネット局が多くネット回線の容量も少なかったことから取られた措置と思われ超年展解消前まで続いていたと思われる シャボン玉プレゼントは1975年3月28日、TBS 系列での放送を終え、同年3月31日にネットテレビ系列での、ネットに変更した。系列は放送当時のもの、太字は制作局、朝日放送を含む、超年展開賞当初のネット教区、ネットテレビ系列、現、 テレビ朝日系列に移行してから10ヶ月後の1976年2月2日から、テレビ朝日制作、鉄子の部屋の放送を開始したため、以降は、当該枠と鉄子の部屋が連結され、さらに前座のワイドショー枠と合わせてテレビ朝日系列平日お昼の三本柱が、形成されるようになった、つまり本番組はその中間に挟まれ、いわゆる通り抜け番組と化した。また、 超年展開賞までシャボン玉プレゼントをネットしていた TBS 系列ではネットチェンジから半年後の1975年9月29日から本番組と同じ牛乳石鹸の医者提供による TBS 制作の帯番組シュボン玉こんにちはを新たにスタートさせたちなみにシャボン玉こんにちははこの番組の制作局朝日放送のある 近畿広域圏では毎日放送にて TBS と同時ネットで放送されていたことになる。朝日放送では、毎年夏の全国高校野球選手権大会、中継の時期に入ると、第1から3回戦までは一度中継から抜けて、本番組を優先したものの、準々決勝、準決勝の試合がある日は、朝日放送に限り、五国に臨時枠移動とし、 それ以外のテレビ朝日系列フルネット局各局では、本来の放送に時に、先行裏、送りネットとした、当然のことながら、後続の、鉄子の部屋も朝日放送に限り、臨時に五国に、クれットとなる。これは現在放送している、上沼恵美子のおしゃべりクッキングでも全く変わっていない。制作クレジットの後、画面右下には、シャボン玉プレゼント明日もまた、 もしくは来週もまた、来年もまたとテロップ表示していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。